じゃあ、こんにちは。はい、宮崎選手、ね、プーさん。はい。日焼けサロン行ってる？今行ってないです。昔行ってたよな。昔は。何で昔行ってた？昔、顔の黒さと、その体の白さが、それが嫌で。違うだろ。ちょっとかっこよく見せるためでしょ。いやいや、違う。もうそんな暇があったらバットフレッツで言ってたよね。言われてました。なあ。はい。でもバット振ったおかげで、首位打者まで取って。どうした、はい、今年は状態は今年は今のところは順調に来てます。まあ、手首手術したじゃない。はい。その後遺症とかそれは全然ないですね。ない。はい。首位打者取れる。いや、それは分かんないです。でもそれは狙ってるでしょ、自分の中で。一応目標としては、やっぱもう一回っていう気持ちはあるんです。でも取れると思う。ちゃんとやれば。あまり自信はないですね。あ、そう、なんで？ライバルとしては誰がいい？やっぱり、坂本選手。あ、やっぱり右バッターだ。やっぱ右バッターだと思います。左は取れないと思う。最近やっぱ右バッターの人が多いイメージがあるんで。それはなんで？ピッチャーの投げてくる球が、右バッターに有利だ。いや、そうなんですかね。けどなんか右バッターの打率が上にいるイメージがあるんですよ。だからカットボールに苦しんでるのかなっていうのが、カットボールとか右バッターは苦にしないでしょ。そうですね。そういうイメージはある？あります。ほんと、なんか硬いね。いやいや、いつもプーさんでいてよ。いつもチャンネル見てくれてるでしょ。見てます。ほんとに見てます。見てます。昨日何あげた？昨日はちょっと見てないっすね。そうだね。忙しいからな、キャンプの時はな。でも筒香が抜けた。はい。やっぱこう、責任が重くのしかかってんじゃないの？いや、あんまりそこまで感じたくないんだろ、まだ。はい。でも感じてくるよね、きっと。だと思います。あ、はい、でも期待はされてると思うよ。はい。それをどういうふうに跳ねのけてる？やっぱり結果で答えを出すしかないんじゃないかなと思いますけど。答えね。はい。まあ、例えば数字3部門あると思うけど、はい、ホームラン、打点、打率、それ一番重きを置くところってどこ？打点もやっぱり、うん、自分の中でちょっと重要し、まあ、ね、でも勝負強いもんな。そうですよね、うん、そう思わない自分で。あんまりそこまで意識はしたことないです。あ、そう、はい。でも勝負強いと思うし、いや、ホームランに色気を少し感じてるのかなと思って。なんかまあ、筒の穴を埋めるって言ったらさ、やっぱホームランのイメージってあるじゃない。だからそれが少なくなることによって得点力も落ちるというチームが、はい、だからそこになんか重点を置いてるのかなっていうような気がするけど。あんまりホームランあんまり意識してないですね。今までしたことないですね。あ、そう、はい。まあ、そういうタイプではあるけどね。でも抜けたことによって意識が高まるのかなっていう、ちょっと不安があるんだけど。今のところは。あ、じゃあもう平常心でやってんだ、はい、ね。でもさ、あのバッティングを見てると非常にやっぱ打てる打者って前に行かないんじゃない、はい、絶対突っ込みがないじゃない、はい、それは意識してるの、やっぱり前に。ちょ、泳げない、泳いで打てないっていうのもちょっとあります。あ、自分の中で、はい、泳いで打つっていう感覚がちょっとわからないんです。そしたら詰まってもいいから、はい、近くで打ちたい、近くで打ちたいっていう、はい、だから絶対前には出ないっていうっていう感覚です。もう昔からそうだよね。そうですね、やっぱり軸足でっていうのは。もう右足で溜めて、右足で回るっていう感覚だよね。で、右足の前で打つっていうイメージです。でもそういう感覚ってさ、こうプロ野球こう対戦したりとかしていくじゃない、はい、あんまりいないでしょ。そうですね、あんまり見ないですね。見ないよね。じゃあ監督の理論とよく合うよね。そうですね、そうです、そうです。あの監督も右足で、右足で回れみたいな感覚だもんね。絶対前には出るなっていう感覚だもんね。まあ、じゃあそういう面では理論が合うっていうのは楽だね。直されたことはないでしょ。直されたことは。それはないですね。方法はやっぱり決められたり、うん、こっち打った方がいいよって言われることあるんですけど、そのバッティングフォームとかっていうのは言われたことないです。でもあのプロ野球に入ってきてさ、はい、ここまでできると思ってた気分で。いや、思ってなかったです。どういう選手になるなぐらいだったらなれると思ってた？いや、すぐ終わるんだろうなと思ってましたけど。
いや、もうその覚悟で入ってきた。入ってきました。もう社会人でしかも下位やったじゃないですか。だからもうすぐ終わる可能性あるのかなっていう感じで。旭川で中村のりが怪我した時に、はい、誰行くって言った時使ったよね。はい、出させていただきました。ホームラン打ったよね。出ました。ポール際に、はい、あれポールに当てたんだっけ。いや、当たってはないです。当たってはない、はい、もうギリギリだったよね、はい、俺、あのホームラン忘れられんわ。いや、宮崎で行きましょうって言ったの。はい。いや、守備はどうするって言うから、いや、もうとりあえず勝ったら守備固め使えばいいじゃないですか。でも宮崎で行ってくださいよとか言って、バッティングは本当に評価してたから、そのホームラン打ってくれてな、思い出の一打でしょ、やっぱり。そうです、初めてだったんで。初ホームランですか。は、あのスタメンも初めてだったよな。初スタメンです。で、ホームラン打ったんだよ。はい。で、2本ぐらい打ったでしょ。3本ですか。3本打ったんだよ。はい。もうそっからだよな。そうですけど、次にスタメンじゃなかったんです。そうだね。なんでだろうね。え、コロコロ変えるの好きだったのかね。まあでも、あのホームランは俺今でも、旭川のくっそ寒かったな、はい。でもまあ、守備も無難にこなしてくれて。でもあれで、なんかプロでやっていけるかなっていう感じはあった。いやー、そこまであんまり、まだそこまで自信はない。必死だったような気がしますね。でも自分がやっていける自信が持てたっていう瞬間って、まあみんなそれぞれあると思うんだけど、はい、例えばどういうところ？2016年ぐらいの時に、うん、一回ファームに、ファームずっとファームだったんですけど、うん、でいきなり誰か怪我して上がるってなった時に、うん、もういいやみたいな感じで、開き直った。開き直って上がったんですよ。うん、で、速攻広島の試合で、うん、で、ピッチャー矢蓋くん、広島の、うん、で、もういいやと思って打席入って、したらパチンと宇宙間の中に打って、うん、そっからですね。あ、これだっていうものが、はい、気持ちも吹っ切れて、はい、もうこの感じやったら、うん、ちょっとは大丈夫かなっていうのはありましたね。うん、もうそっからですね。まあ、その一打が、まっすぐ打ったの？まっすぐです。あ、その一打がきっかけになって自信になったという。そうですね。だから気持ちの据え方っていうのが今まではできてなかったのかな、それまでは。やっぱり打たなかったらまた下に落ちるなとか、うん、そういうのばっかり考えてましたね。まあ、やっぱりこう失敗ばっかり考えて、結果ばっかり考えて前に進めなかったという、はい、もうそこはもう気も据えて、はい、もう打たなかったら自分ファームでいいんだろうみたいな、はい、ファームに行けばいいんだろうみたいな。そうですね。もう座ったという気持ちが。そうですね。もういいやみたいな感じですね。やっぱそういうのは大事。大事だと思います。あ、じゃあ若手とかルーキーとか入ってきた時に、はい、まあそういうもうアドバイス的なことを求められる時あるでしょ。はい。そういうことを言ってんの。まあ言う時もありますし、やっぱちょっと迷ってそうだなっていう時は、うん、やっぱ見てわかるじゃないですか。うん、けど聞かれたりすることはないんで、もう僕の口からあんまり言えないというか。まあおせっかいにね、はい、うん、でも聞いてきたらそういう言葉は言ってやろうと伝えようと思ってます。もう気も据えてやれと、はい、気も据わってるように見えたんだけどね。いくら言ってもバッティング変えるつもりもなかったしね。めちゃくちゃ言われましたけど、俺は言ってないつもりだったけど、いや、このままで打てると思ってたから、逃げ場を知ってるから、はい、もう苦しい時は右打ちができたから、はい、だからこれは武器だなと思ってたんだけど、ただ日焼けサロンだけは行くな。日焼けサロン行く暇があったら、バットでも振っとけど、もうそんな色気を持ってたら絶対ダメだよって。それも言う？それは言わないです。それも若手に教えてた方がいい。多分言ってる人いないと思う。あ、まあそうだな。そうだな。まあでも今年の目標は、まあ首位打者を一応狙うということで。はい、目標は。で、俺は優勝にしようと思って。はい。昨年ね、解説者の中でセパ当てたのは俺だけなんだ、多分、はい、俺の知る範囲の中でね、はい、ジャイアンツとセーブ、今年は DeNA とソフトバンクって行こうと思ってんだけど、どう？頑張ります。いや、それでは弱いな。頑張るのは頑張るんだ。それでは弱い。いやけど、新しいキャプテンになって、うん、チームを一つに、なって戦うべき時だよね、だと思うんで、うん、そこはみんな気持ちを一つになって戦うと思います、うん、はい、やっぱり俺が期待したいのはそこなのね。やっぱ筒香という人間が抜けて、やっぱみんなが一つになったら
必ず埋めれると思ってるわけ、はい、だからそこのやっぱ中心的人物だよね。キャプテンもいるけど実績から言ったらプーさんじゃない、まあ、だからプーさんと呼んでいいのかわかんないけどさいや本当に蜂蜜好き、蜂蜜好きですよ、ね、はい、でも健康体だもん、ツヤがいいもんねいやだけどそういう責任も感じてるでしょ、まあ、少しやっぱり感じないといけないのかなって思ってます。なあ、感じなきゃいけない年だし、感じなきゃいけない年俸ももらってるしね。はい。ね、大いに期待してます。はい。葉っぱかけに行っていい。ぜひ。本当。はい。でもお前のバッター使いにくいな。使いにくいですか。俺もね。けど以前コーチされた時はあれでバッティング練習ちょっと見てみろよ、ちょっとホームラン打ってたの覚えてますけど。はい。まあね、そういう時はあったけど、木田さんとのさ、木田さんとのあの、OB 対決でさ、くれたじゃん、バット。いや、これでって言ってくださいよって、これあげますからって。気前が良かったよね。三振だった、あの、クソ遅いボール。だから、ね、ちょっと印象悪いんだよな、あのバット。バットのせいにしてるじゃん。バットのせい。だいたい人のせいにするじゃん。いやいや、あんなとこでこんな球は投げないとかさ、ね、人のせいじゃない。まあ今年は人のせいにしないように。はい。ね。はい。まあしてないけどね、俺がしてるだけで。まあでも大いに期待してます。はい。ね、今年は怪我してほしくないな。やっぱりいないときにチームが苦しむから。はい。ね。ね、本当に期待してます。はい。あのファンの一言、優勝します。力強い宣言は。はい。2020年、佐野キャプテンのもと、チームが一つになって、必ず優勝します。応援よろしくお願いします。言い切ったな。はい。よし。